久保ゆりかアルマキア情報局。はいどうも皆さんこんにちは、徳井空です。久保ゆりかです。アルマキア情報局です。よろしくお願いしますなんか見たんかなって思う影響されやすいなっていう、うん、すぐ浮きちゃうんだなっていうタイミング、ね、まあでも多分この時期だとみんなもピンとくるかと思いますけども、あーだよね、なんかちょっとアレンジされててさ、え私も嫌だった。前のやつがいいよね。みんなあれ聞きたくて見てるからさ。そうだ、おーおーみんな言いたいわけじゃんか。そうそう、だからあれあの曲ダメになっちゃったのかなって。 TikTok でウケそうな音にされてたよね。ああそういうのがあるんかな。いやそういつものやつでいいのよ。いつも結果みんないつものやつをね、そう望んでるんだよね。望んでる。そうなのよ。お願いしますね、来年もまたあれにしてほしいですね。はい、ということでこの番組は歌姫音楽プロジェクト、はい、アルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい、ということで前回前々回はですね、うん、私ちょっとソロでお話しさせていただいてたんですけども、あやっぱ久保さんがいるとね、ただいま。いやこの番組さ月に1回しか収録してないからさ1回休んだら1ヶ月まるまる出れないっていうね。そうなんだよ。そのシステムが後半は出るとかがねちょっと取れなかったので、はい、ありがとうございます。すいません、すごいロングヘアになって帰ってきて、そうそう、これのたびにお休みいただいてあもう伸ばすって結構時間かかったんですけど無事に間に合いました。2月休まずに済みました。いやすごい素敵、可愛いわ。冬っぽいしね。それはこっちなのよ、服のせいだと。でもやっぱ長いとやっぱ冬っぽさ私は感じるけどね。いやでもショートも冬っぽさ感じるよ。あ本当、ショートにやっぱハイネックとかマフラー可愛いのやっぱ。うわー、うん、すごいなんかいいな、うん、それも、うん、そうでしょ、うん、でも私は白いコードの上になんかこう長い髪が出てるのもいいかなって思うのよね。タンポポだ、タンポポ、うん、うん、タンポポなんだよ、うん、タンポポだよね昔のタンポポ、今もタンポポあんのか知らないけど、うん、昔のタンポポ だ、タンポポ乙女パスタに感動だ。そうそうそう、私ちなみにそのショートでそのさっき白いコードみたいになってきてじゃん、うんうんうん、結構アユ想像してた。アユだ、うん、アユだ、うん、ええやん。やっぱショートでちょっとここ高くなってるみたいな、うん、いやいやそうだよね。でバランスが取れてるのよ。金髪だ、金髪。あそう金髪で、いや私ちょっと徳さんの金髪もちょっと見てみたいけどね。アユになっちゃうかもしれない。その時はもうここ高くちょっとするわ。そうだよね、うん、やらせて私にこの中、逆げ逆げ立ててくれるの。うわー嬉しい。今多分そんな技使わないんだろうけど多分ね。たまにでも立てる時あるよね、うん、あるよね。あ立てられてるなって思う時あるよね、うん、え男性もさ逆毛立てたりしてみたら、うん、髪の毛のなんかボリュームなんかもっととか言ってる人ちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思ったんだけど、どうかな。パマでいいんじゃない。じゃあパマでいいか、うんうん、パマの人多い。あれパーマ、あのパーマだ、あのパーマ。パーマじゃない人にパーマって聞くのってちょっと良くないことかな。そうだよねもしかしてなんかそうだ、うんうん、ただのクセッケですわみたいな感じで、うんうん、でもおしゃれですよっていう。そうそうそうなの、そうなの、うんうん、なんかしかもパーマやってそうじゃん。やってそう、うん、友達パーマやってそう、ね、そうだよね、うん、目も本当はレーシックしてて眼鏡かけなくていいけど、キャラ作りのために眼鏡かけてんだっけ。入ってるんだ。入ってる。あ、そうなんだ。入ってるけどさ、レンズ今ベタベタ触ってて。ほんとかあれじゃない、なんか。いや、大事、うんうん。でもそういうやっぱ、うん、イメージも大事よ。まあもちろん実用的なね、うん、あれも大事ですけども。そうだね。ちょっといいね。冬はどんな髪型もありですわ。そうだね、うん、確かに。まあちょっとやっぱ女子は遊び機会がある季節ではあるかなと思います。そうね、うん、はい、そうなんですけども、はい、改めて徳井さんハッピーバースデー。ありがとう。何歳になったの。三十。三十。アホになってくれた。もう30代ずっとアホだよな。それやりながら役年2回挟むってやっぱ結構メンタルよ。やっとうちら
来年休めるんだから。そう、ね、やったよ。2年だけ猶予が与えられて、そう自由な時間がたった2年しかないんだよ。あれ1年じゃなかったっけ。2年2年いや確か2年じゃない。あ、じゃあ33でが解放だっけ。34で解放か。4で解放、数え年だもんね。4号ぐらいが多分もうやっと自由で、1年じゃなかった。もうインターバル1年じゃなかった。1年やんと思って、確か、しかもその3年間、うん、まずその前役、うん、翻訳、後役、うん、なんとか無事に過ごせました、本当にありがとうございましたを、その1年に言いに行かなきゃいけないから。あ、そうなんだ。だからもう祈り続けるの私たち30代はアホになって祈り続けるしかないんだよ。やばいじゃん。え、ほらやった、ほらね、もう1年なんてさ、もう一瞬なんだからさ。一瞬だよ、何もできてんよ。うん、まあ、30代という括りにするとね。なるほど。だからでも挟まれるっていう意味ではもう1年しかない。うわ、休めこの1年チャレンジするならこの1年ってことだよね。自由に生きるの、そう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 、生きるとするならば、免許を取るならば、あ、取らんだろうな、取らんと、取りたい気持ちは超あるけど、ね、3年ぐらい前から言ってるもんね、取りたい取りたい、来年かな、再来年かな、ね、とかって言ってずっとやっぱ取らないか、取らないと思う。そうなんだよね、取ってほしいけどね、私の車乗ってほしいよ、うん、免許欲しいし運転してみたいな、ドライブ行きたいよ私も。そうだよね、うん、行く、行きたい、まあ取らないけどね、うーん、助手席、後部座席で、後部座席タクシーやん、私のことタクシーにしようとしてる。でもドア自分で開けるよ。あ、ありがとう。韓国式じゃん。あ、そうだ。自分で開ける式、あ、日本だけか自動みたいなね、うん、時ありますよ ね。確かに。なるほどね、まあ、おめでとうだし。そうなんですよ、まあ、ありがとうございます。もうまたね、ようやく自由の身になれたんで、ちょっと自由に行きたいと思います、うん、せっかく、まあ、しかちゃんもね、役年を終えたっていう意味では一緒ですけど。いやー、そうよ、うん、なんかね、絶対にしない方が良かったことをしようよ。あ、その3年間の間に例えばなんか、わかんないけど、うん、バンジージャンプとかそっち系のことでなく。そう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 、あ、それも入ってる。ほんとそう、うん、ほんとそう、ほんとそれ、そうだね、うん、あとあれ、サバゲーとか。あ、サバゲーね、うん、いいじゃん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 。やっぱ役年の3年間はやらない方がいいじゃん、サバゲー。いや、うん、よくないよね、うんうん、ね、やばいと思うよ、うんうん、やっぱそう、ギリギリを攻めるみたいなことはやっぱ、うん、役年の時は絶対できないから、うん、あとはあと、ギリギリってなんだろうね。大食いチャレンジとか、大辛チャレンジとか。ああ、もう有吉ゼミみたいなことしちゃう。この辺で GoPro めっちゃ近いよね、画面近すぎるよね。近い、それぐらいかな、うん、あるそんぐらいかな、うん、確かにね、うん、あと朝中、現場朝中なのに朝帰ってくるとかね、そのなんか旅行から旅行先からも朝帰ってくるっていう。あ、いいね、うん、めちゃくちゃ。あ、確かに、うん、もし朝まで飲むとか、うん、朝まで遊ぶとかだったら、うん、オールでカラオケとかするんだったら、うん、この1年だね。そうそう、この1年ならやってもいいかもしれないね。ダメなのよ。ダメなのよ。体はいいかもしれないけどあんま良くない、ね、いや、でももう厄年だったらもうそれアウトだから、もう、うん、そうだね、そっからもう多分もう全然起きれなくなるよ。しばらく。じゃあ今年今年やるならそれだね、2023年か、うん、なるほど。いや、ちょっと頑張ろう、頑張ろう、うん、楽しもう、なんかもっといろんなことしようよ、ちょっと。そうだね、うん、消極的だったかも、ここ最近、うんうん、でもここ 2,3 年はやっぱね、厄年だったからしょうがないけど、今年1年は、うん、積極的に我々もやっていきますので、はい、よろしくお願いします。ますということで、今日も楽しくお届けしていきましょう、アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマキア情報局。改めまして、徳井空です。久保ゆりかです。はい、まあ、リピート放送だと思う、これ年が明けてるそうなんですよ。しかもね、そうそうそう、元旦だってさ、すごい、ね、クリスマスに、うん、本方針、うん、配信、うん、本方針ですよ。
本方針ですよ。もう本当に本格的にもポーっとしてた本方針。前兆はねあるなーと思ってたんですよね。あーなんかもうぼーっとしそうだなーっていう。でいよいよ本方針。帰ってこれないよもうその方針は多分。いいじゃんなんか整いそう。本方針入りますね。えもうじゃ整いのことそう言うじゃん。あ本方針いいかもね。本方針しようかなみたいなね。誰にも伝わんないですけれどもね。あじゃあさ分かった分かりました。あ分かりました。今年は、うん、2023年は、うん、2人でフィンランドに行くのはどうですか。いいと思います。いやそうなんだよね。なんか本格的な、うん、サウナみたいなとかやっぱ憧れますよね、うん、フィンランド式ね、うん、やりたいですよね。よくなんか外気浴雪ん冷ん水風呂の代わりに雪に入るとかも聞くよ、うん、そうだ川にも飛び込むしね。 川にも飛び込むし、うんうんうん、ネイチャーですわ。いいでしょう、うん、いいでしょう。ねいいよね、うんうんうん、やりましょう、うん、やりましょう、うん、ちょっとこの年いけるかどうか知らんけど。そうだね、うん、まあなんか計画を立てるっていう一年にしてもいいかもね。一年長く見積もって、うん、あもしくはもう本当に無計画で行っちゃうっていうのはどう。そうね、それはさちょっと本方針にぴったりじゃない。普段だったら、うん、1日目何時に、ね、何時のバスでとかさ、うん、やるけど、うん、もう行っちゃうみたいな。本方針できるよっつってお財布だけ持って行くみたいな、うん、確かに。だから各地日本各地さもう行きまくろうよ、うん、もうここっていう。あそうだね、おサウナをでいきなり行ってみてみたいな、うん、そうそうそう、うん、あいいよね。そういう、 こう気ままなことができるのも、うん、やっぱこの猶予のある1年だけだからさ。 うん、それこそだってそうゴルフもやろうよみたいな話してて。しかしゴルフやってんの。あちょっともうずっとお休みしてるんだけどレッスンは。あそうなんだ。そうそうすごいよ。だからレッスン例えば始めたらもうゴルフとサウナセットにできちゃうよ。うわなんか地方でやると楽しいらしいからね。うんいいな。ギシギシギシ。いや私のもずっとギシギシ言ってんのよ。なんだろうね、うん、なんかギシギシさ言う要素ないんだよけどさすごいんだよギシギシが。買い替え時だね。買いたい時が買い替え時だもんね、うん、そうそう。まあでも年末年始やっぱこれ556刺しといた方がいいかもしんないよ。それでやっぱ違う。違うと思う、うん、すごいよ音。音すごいな、うんうん、私の力か気になっちゃう、うん、あ出してる、うん、シカちゃんからギギギギギシカちゃんが悪くギギギってなってるから新しい笑い方ギギギギギギギ機械だったのかな、ね、機械だったの、うん、早く人間になりたいな、ね、なりたいですよ思ってますけれども。そんなこんなで、うん、まあ、しかちゃん放送的には今復活なんだけども、はい、イベントにもですね、うん、ちゃんと復活して帰ってきてね一緒にイベントをやったんですよ、はい、まあ、ここの一緒ではないんですけども、はい、アルマギア的には確かに珍しいよね本当。アルマギア、うん、一緒にこのラジオ始まってからさ、うん、アルマギア関係のイベント一緒じゃないって、うん、珍しい方だね。珍しい珍しい。一回ねキャリちゃんとかあそう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 私だけ行ったかなあの時は。そうとかあったんだけど MC お姉さんだったんだもんね。 MC お姉さんで、うん、そう可愛かったわ本当に2人とも。ずっと誰かをめでてんのうちら。うん確かに。で一部二部ありまして、うん、たくさんのご参加本当にありがとうございました。お便りとかもねなんかいっぱい送ってきてもらえてるらしいので、ね、読みましょうかね。読んでいきましょうか。お名前浜瀬さんからです。ありがとうございます。そらわらしかちゃんこんにちは。こんにちは、そして先日のイベントお疲れ様でした。ありがとうございました。自分は2部に参加したんですが放送に乗らないからこそな空気感で終始笑いが絶えませんでした、1部はどんな感じだったのかも気になります。改めて感想や裏話などあれば教えてくださいということで。2部放送に乗らないからこそな空気感でどんなだったの、うん、ちょっと事故が多かった。あ、そうだったんだ。
っていうと、うん、なんか発言に問題あったのかなと思うと思うんですけど、まあそのわちゃわちゃその、うんうん、ああでもないこうでもないっていうその、あなるほどね、うん、そうそうそう、うん、まあでもそういうわちゃわちゃ感はイベントならではですからね。そうだね、あとはやっぱいかに私やっぱ回すのあんまり得意じゃないので、うんうん、いかにいつも得意そらさんに助けられてるのかっていうのを私は実感した、個人的に、あなたが全部やってくれってもう思ってます。いや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 、ありがたいです。でもやっぱシカちゃんのそのやっぱもう笑い力、うん、笑い力がさ、うん、やっぱいつもあるからさ、笑い力シカちゃんがいない時は自分でもやっぱ笑いを起こさなきゃってやっぱ気持ちより奮い立って、うん、本当にシカちゃんのありがたみ、うん、いや感じるよね。何も入ってこなかった、入ってこなかった何も入ってこなかったありがとう、でも、うん、うん、ありがとうね、うん、だよ、うん、そうそう、やっぱあのもちろんあのお互いのね今回の相方とも楽しかったし、面白いし最高だよ。 そして改めてお互いの大切さも、ね、うん、あの教えてくれた、それに気づいた年末だったよね、うん、いいね、いいきっかけだったね、いいきっかけだったよ ね、うん、ね、また4人で揃ってやりたいなと思うし、2部ではねそのももちゃんが、うんうん、あれだね、あのまあぜひアルマギアのイベント、うん、北海道でしたいって言ってた。あ、ほんと、うん、行こう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 、言ったら大体叶うよって言っといたから、うん、うん、そうだよね、行こう行こう行こう、そうなんです。なんならもう行くのは正直もう全然自腹でもいいよ、うん、おお確かに行って、うん、サウナ行こっか、サウナ行ってゴルフして、ゴルフしてその後アルマギアのイベント。いやいや逆じゃない順番逆かな、うん、まあ確かに、うん、まあいいんだけど、そうだね、うん、本方針のままイベントになっちゃうもんね、それ言うのそうだね、いや、うん、最悪だよ、2人でさ年上組2人が本方針でやってるイベント何って。そうだよ ねしっかり意識持った方がいいか、そう、ね、ああいいな、でもいろんなとこでやれたらいいよね。そうだね、うん、まあ、せっかくだからね、まあ、うちらもその役年抜けたからさ、うんうんうん、一気にやってほしいよ。行きますよ、役年抜けたんでどこでも行きますよ、うん、っていうのはやっぱ広く伝えていきたい ね、よろしくお願いします、うん、一部はね、夏川さんと一緒だったんだけど、うんうんうん、あのももちゃんだとさイベントの時にも、うん、アルマギアの高録カーの時にもいろいろ作品の話とかさ、そう聞いたんだけど、うん、なんちゃんは多分、作品についてお話ししてもらうの初めてだったから、そっか確かに、そうそうそう、うんうんうん、だから意外と、うん、あの真面目に収録の時の話とか、うん、意外と聞いてね、うん、そう本当に普通にえすごいいい話みたいな、なんかレコーディングのそう時とかも一回全部撮ったんだけど、うんうん、なんちゃん的にはやっぱいやなんかもうちょっとあかね感のそのあれを大事にしたいみたいな感じで全部撮り直したりとかしたみたいな、うんうん、別日にってこと、いやもう多分と一回撮って聞いた後にってことか、いや、もうちょっとみたいな、その意識のプロフェッショナルなところとかも聞けて面白かったよ、イベントならではだよね、うん、そういう話まで、そうなの、それがやっぱ私的にはそうなんだ、すごいアルマギアのことをこんな真剣に考えてくれてるんだ、ありがとうって気持ちでいっぱいになった。 う、ね、うん、うちらと大違いない、うちらを考えてるよもうアルマギア中心の生活だよ寝ても覚めてもアルマギア、大変、朝起きる時はプレッシャーステーステーニューニューニュー、目覚まし起きれるそうだよ、もうあだからあなんちゃんもそんな考えてくれてるんだ、嬉しいなと思って、うん、そこが嬉しかったね、いいね、力強いさ、うん、こう仲間が増えていってるよね、なんか心強い、そう、しかもこう前向きに取り込んでくださってさ、うん、嬉しいですよ本当に、ありがとう夏川さん。じゃあもう一回うん、お名前ハーリーさんからです、ありがとうございます。久保さん、徳井さん、こんばんは、こんばんは、先日のアルマギアイベントを参加しました。自分は一部の方に参加したんですが、思った以上にしっかりと収録時のお話をしてくれて興味深かったです、うんうんうん、特にナンスの役作りの話が歌入りだからこその、そうやって作っていったのが、作っていったのか、そうやって作っていったのかっていうのがあって楽しかったです。またイベントがあったら応募しますということで。確かに歌入りってさ、そうなの、難しいよねっていうの分かるよね、分かる分かる、声優さんあるある的なところでもあるよ ね確かに、最初の収録がセリフじゃなくて歌っていうパターン ね、 そうだよね、うん、
確かにな。でボイスコミックもさ、あかねはちょっとだけ出てるんだけども、うん、そのうっみたいな、そうだね、どっちかというと生きアドリブじゃないけど、そうそうそう、ちょっとだったりしたから、うん、この歌でその良さを気持ちを伝えるっていうのにすごい集中してくれたみたいで、うん、だってさ歌始まりでだからキャラ感をさ、うん、その掴み切る、うん、例えば前だったとしたらさ、うんうん、やっぱ歌終わった後にもう一回撮り直したいって多分ならないじゃん、うん、普通に考えたら、うんうん、だから相当やっぱその寝ても覚めても、うん、アルマギアだったんだろうね。アルマギア中心の多分生活をしてくれてたんだと思うんだよね。いやすごい嬉しいよね。ね、しかも、ね、来てたお客さんも、ね、うん、それを直接さ、ね、ナンスの声で聞けたのもさ、嬉しかっただろうなって思うし、うん、いやすごいいい話いっぱいあってね、嬉しかったね、うん、気持ちが伝わりますね。ね、いやありがたいですよ。またイベントがあったら応募しますということなので、ぜひね、ぜひぜひ、うん、ね、もしかしたらだからそれこそさ、そのナンスとももちゃんがその参入してきてくれたことで、うん、ね、新しくアルマギアを知ってくれた人もすごい多いと思うから、うん、ね、まあ、このラジオは聞かなくても全然いいですよっていうぐらい、そうだね、うん、うん、アルマギアのこと、うんうんうん、40% ぐらいしか話してないんですけどまあ雰囲気はきっと、うん、まだいい方だよね、 40% の人は。あ、いい方いい方、うんうん、もう 2% ぐらいの時あったやばいよ、2はやばいって、10切っちゃってるのはちょっと、うん、やばいけど、そうなんでね、うん、って時もあったからさ、そうそう、うん、今日当たりの日です、もう当た、はい、大当たりですもん、おめでとうございます。はい、ということで、うん、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。はい、それではここで1曲、ディーバーあかねで喪失のプリンシプル。 Stay fine 目覚めの時、奇跡起こせ好評連載中の漫画アルマギア、その中の一コマの吹き出しを使っての大喜利コーナーです、はい、今回募集していたお題はこちらです。じゃーん、じゃらーん、震えるネオンちゃん、え、私嘘、なんで、さあ一体何だったんでしょうか。今回も、うん、ガンマとそしてメールで募集しておりました。では紹介していきます。はい、お名前へその匂いさんからの投稿です。え、私嘘、なんでアルマギアナイマギアのコーナーまだやってると思っていまだに投稿してた。結構とっくに、結構とっくに、ごめん、うん、うん、そうなんですよ、とっくとっくだったんです、うん、そうだね。今はあのこれとおこぼれマーギアがありますので、またぜひ投稿してください
お待ちしております。ありがとうございます。そうですね、確かに確かに、うん、嬉しいですね。まあまあまあ、うん、いいですね。勝手に送ってもらう分には読まないだけなんで全然問題ないんですけどね。あなたのパケットだけが無駄になる。そう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 、時間とね、パケットとね時間があれですけども、パケットとかもうないでしょそんな概念多分。いやそう、うん、いやパケット気にしながらメールさ、うん、何文字以内に送らないと。パソコンでしょパケット、うん、パケットとかじゃないでしょ。そんなじゃあ、うん、続いて、はい、お名前のぶおじいさんからいただきました。え、私嘘、なんで今日の天気予報で汗ばむ陽気が続きますって聞いたから半袖着てきたのに。ああもう普通にこれ震えちゃってるっていうね。半袖以上じゃない以下っていうのこういう場合ちょっと分かんないんだけど、ね、だね、以上と以下むずいんだけど、うん、半袖以下だね、うん、半袖以下だよね。あなた寒がってるわよっていうね、うん、正直になりなさい、うん、寒いんでしょっていう、これが半袖っていう認識だったらもうタンクトップどうなっちゃうの。タンクトップもうマイナス半袖だよね。もうえぐれちゃってるからね。うん、確かにね、物理的に寒さで震えていると。でもこれをギュッと握るだけでさ教えてくれるなんてさ、うん、あかりちゃん優しいよね。あそうだね、うん、確かに優しさ感じますね、うん、はい、ということで優しさ感じますね。優しさ感じるエンドでございました。はい、たくさんの投稿来てました。本当に皆さんありがとうございます。はい、さあでは次回のお題も発表したいと思います。次回のお題はこちら、じゃじゃーん、ほにゃららほにゃららら、ははは楽勝やな、いいんじゃないねえ、うん、一体何に対して楽勝だと言ってるんでしょうか、はい、これオペレーターさんが言って、ネオンちゃんが答えているっていう感じですかね、うん、はい、回答は番組のいつもの宛先またはガンマのコメント欄で募集しますよ。たくさんの投稿お待ちしております。ぽよりかアルマギア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。ピッコマライン漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中です。月刊アクションは毎月25日に発売です。はい、そしてアルマギアの単行本1巻が好評発売中です。特装版にはこれまでの既存楽曲と新曲が収録されたアルマギア特別セレクション CD が付属しています。最後にアルマギアが 2.5 次元舞台になりますよ、うん、こちらも続報をお待ちください。詳しい情報は随時 Twitter や公式サイトをチェック。以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。徳井空久保ゆりかアルマギア情報局。さあ、得意空久保ゆりかアルマギア情報局エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ募集しております。募集しているのは、うん、一言大喜利とおこぼれマギア、その他不相と換算をお待ちしております。アルマギアないマギアはありません。ごめんなさい。メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局各コーナーまで。そして次回ではないんですけども、うん、また今度、1月22日と2月5日の放送にはなんと茜役の夏川椎名さんがゲストに来てくれます。なのでゲストさん宛てのメッセージもお待ちしております、うん、はい、メールの場合はすべてこぼちゃまきアットマークjokr.net です、うん、マギアの綴りは MAGIA となっておりますので間違いないように。はい、なんでイベントの感想もね、はい、まだ送ってないよ、うん、ここに送って本当になんちゃんに届くのかなって疑ってた人もぜひ、うん、絶対届きますので送ってください。お待ちしております。この番組は学習更新なので、うん、2023年1月1日はこの1月1日のこの時間は同じ内容が放送されます、うん、次回126回は1月8日に更新です。お楽しみに、はい、ということでお相手は徳井空と久保ゆりかでした。バイバーイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。